はい、皆さんこんにちは。2月の11日木曜日、今日は建国記念日、旗日ですね。夕方の4時20分、夕間詰め。最近僕のマイブーム、穴釣りにやってきました。まずはタックルを準備しながら、こちらガッシーの70、そしてシマノのクラブデミ 10RL、 ラインは GTR の HM 10ポンド約 2.55 ですね。そしてこちらが今回使用するブラクリです。究極のブラクリ、僕の自分で作ったブラクリ。こちらの特徴そして作り方は別の動画にアップさせていただきますので、どうぞ皆さんチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。これなんですけども、今回は一番小さいのが、2号、それからですね、3号、4号、5号まで用意させて、6号までありました、ごめんなさい、6号まで用意させていただきました。本当にすごく釣れるブラクリです。これぜひですね、別の動画の方に作り方そして最大の特徴、市販のブラクリとの違い、そんな説明をさせていただいておりますので、どうぞそちらの方もご覧くださいませ。はい、そして使用するワームはマルキューさんのパワークラブ。やっぱりね、ブラックバスでもウォーターメロンカラーと言われたりとか、このグリーン系はいいんじゃないかなということで、こちらのカラーをセレクトしました。そしてマルキューさんから出ているこのキビナゴ、こちらは餌ですね、同じブラクリですけども、まあ、同じようにセットして釣っていきたいと思います。それでは皆さんご覧くださいませ。はい、こちらですけども、これは2号の重り、それに覚醒後針、ヒラメ針の17号セットしました。普通のブラクリだとだいたい2号の重りだと、そうね、丸正五針の12号とかがついてると思うんですけど、大きな針を自分だとつけれる。そしてこのようにオフセットフックに、ブラックバスのオフセットフックにワームをつけるような感じで、まあ縫い差しみたいな感じですけど、こういう感じにセットしてあげると餌持ちもいいしフッキングもいいと。はい、それではカサゴさん、それから精進ガニ、美味しいからね、狙っていきましょう。さあ来てほしいね。ものすごい人がいっぱいいるけど、その中で出すことができるか。さてさて、今日はね、建国記念日、旗日なんで、ものすごく人が多い。でもう穴という穴、こういう隙間ね、みんなやってるから結構厳しいとは思うんですけど、やっていきましょう。さあ、ユーマズメ来てほしいね。ヘチギリギリに落として、さあどうだ、さあ来い。あとはね、精進ガニが来たら美味しいからね、精進ガニ1匹でも2匹でも持って帰れたら嬉しいなと思ってます。結構ね、昼間も散々打たれてるでしょうけどね、こんなとこもね。それでもより深くに落とせば釣れるかもしれない。来い。もうね、ほぼほぼ今日は来るのが遅かったね。まあでも昼間結構家族連れだったりカップルだったり、結構多分にぎわってた、混んでたんで、夕方から来て正解かもしれないけど。これは完璧カニだね、カニ。精進ガニのあたりです。カニさんのあたり。カニさんでも美味しいからね、カニさん味噌汁のために持って帰りたいね。話しちゃった。カニさん美味しいんだよね。うわ、来ないよ来ないよ、どうするどうする、やばい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 、来ないぞ来ないぞ。真っ暗ですよ、真っ暗。どこが穴が深いんだか浅いんだか、もう暗くなっちゃって分かんない。
よし当たった当たった、よしあれ乗ったか、よし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 、やっとやっと1本やっと1本取れました。よっしゃー、もう蹴りギリギリでしたね、ギリギリ。お腹パンパカパンです。ありがとう君、いやー危なかった君、ありがとう。暗くなるこのギリギリ、最後にやっと当たってくれた。もうね見てください、こんな感じ、もう結構暗くなっちゃう時間ですね。だけどありがとう。頭からぶっこむとバリバリ食べれる美味しい唐揚げの作り方は別動画にて公開しています。概要欄の URL からぜひご覧くださいませ。いい感じにできました。